ねえ、久島先生に教えてもらったんだけど、君たちってオカルト研究部なんだよね。そうだよ。オカルト研究部って具体的には何をしてるの？やっぱり幽霊？それとも宇宙人？まあそういうイメージが強いのが普通だと思うんだけど、自分はどっちかっていうと黒魔術のイメージが強かったですけどね。私たちのオカルト研究部ももともとは黒魔術だったみたいですよ。そういえば物質の小物に名残があるね。今は主には占いでしょうか。へえ、占いか。そういうの興味ありますか？うん、もちろん。雑誌でも占いの歌詞はやっぱりチェックしちゃうよ。と言っても傾倒してるわけじゃないけどね。験担ぎぐらいの軽い感じで、いい時だけ信じてるぐらいかな。結構喋るね。それぐらいでちょうどいいんじゃないですかね。あとは占いの延長で、最近はいろんな人の相談を受けたり、その解決を手伝ったりしていますね。だからまあざっくり言うと人助けをする部活かな。人助け？そういうと仰々しい感じもしますが、それほど大げさなものじゃありませんよ。話を聞くだけという場合の方が多いですから。でも助けるんだよね。久島先生も頼ってるみたいだし。そうですね。と言っても先生が頼ってくることは少ないですよ。人助け、人助けか。興味深い部活だね。そんな部活他じゃ見たことないよ。それは確かに。ボランティア部なら聞いたこともあるだろうけど、あれは大勢に向けての活動だもんな。俺たちはあくまで個人の悩みを解決することが目的だ。ねえ、もしよかったら私にも部活の手伝いをさせてもらえないかな。え、オカルト研究部に入りたいってこと？うん。と言っても細かいことはまだわからないから、できればしばらくは体験入部とかでお願いしたいんだけど、ダメ？それは。言葉を濁しつつ、あやつさんに視線を向けて判断を仰ぐ。多分想像しているよりも大変だと思いますよ。そこはほら、その大変さを知るための体験入部だから。わかりました。シーバさんが希望するなら構いませんよ。あ、本当？ありがとう、あやちさん。いえ、お礼を言われるようなことじゃありませんから。それよりもよろしくお願いします。よろしくです、シーバ先輩。うん、よろしくね。よろしく、シーバさん。と挨拶をしながら、俺はあやちさんに視線を向ける。反対するわけじゃないんだけど、よかったの？こんなこと言うのはあれなんだけど、シーバさんとは初対面でしょ？確かにそういう不安もあるんですが、少し気になって。いろいろな事情があって男子の制服を着てるんだとしたら、
その事情で悩んでいる可能性もあるんじゃないかと。なるほど、確かに。ああ、かけらを回収できる可能性もあるか。シーバさんもこの学院に知り合いがいなくて不安も多いと思うんです。そういう部分でかけらのことを抜きにしても見過ごせないってことか。わかった。ここで入部を拒否ったりすると教室でもあやつさんに頼りづらくなるかもしれない。チーバさんのことを思うと断ることはできないか。それじゃあ案内の続きといきますか。トイレ？何やら体をもじもじさせているシーバさん。どうしたんだろう？どこか少し焦っているようなものを感じるんだけど。その、お手洗いに行きたいんだけど。ああ、じゃあ俺はここで待ってるよ。案内しましょうか？そうだよね。じゃあ悪いけど待っててね。男女どっちに入るんやろ。シーバさんは一人でとことことトイレに向かう。うん、どうした稲葉さん。いやね、シーバ先輩って男子の制服を着た女の子じゃないですか。そうだね。今さらどうし、今さらどうしたの。どっちに入るのかなって思って。どっちも何もそんなの女子トイレに決まって。あ、あやつさんと稲葉さんは慌てて女子トイレに向かった。なるほど、久島先生が俺たちに頼んだのはこっち、ここら辺の理由の、ここら辺も理由の一つだったんだろう。俺が思ってる以上に苦労が多そうだな、断層って。しかし断層ってことは下着はどうなってるんだ。いや、さすがにこれを直接聞くことはできないけど気になるな。エロ方向にはすごい好奇心が旺盛だな。これでだいたい回り終えたかな。特別と学食、売店、ジュースの販売機、職員室に2年 A 組の教室、体育館。普段使いそうなところはこれで全部だと思います。今関係ない教室まで説明するとわけわかんなくなるだろうし、トイレの場所は階によって変わるもんじゃないから。トイレ。そんな悲しそうな顔しないでください。勘違いだってすぐに分かってくれたじゃないですかね。ありがとう、ごめんね、迷惑をかけて。いえいえ、大したことじゃないですって。これからもああいう勘違いをされるのかな。原因は私だから何とも言えないんだけど。そういうことがないように俺たちが紹介されたんだ。あんまり考えない方がいいよ。服はともかく、せめてもう少し女の子だって分かりやすく髪型とか変えた方がいいのかな。
いいんじゃないですか。シーバ先輩の髪長くて綺麗ですし、ツヤツヤですもん。可愛いのも似合うと思いますし、そういうの一つつけるだけで印象ってかなり変わったりしますからね。でもあんまり可愛いのを身につけることはできないから。そうなんですか。ああ、そっか、男子の制服であんまりにも女子っぽいアクセをつけると変かもしれませんね。諦めるのはまだ早いですよ。それならそれでやりようはありますからね。え、本当に？あ、いやでもそれはちょっとまずいかも。本当にそうなれたら嬉しいんだけど。大丈夫ですって、シーバ先輩は元も可愛いですからね。自分に任せてください。準備しておきますから。そうして家路に着いた椎葉さん。もう日暮れだし、今日の部活はここまでかな。じゃあ今日の部活は終わりにしましょうか。あ、俺はジュース買ってから帰るよ。そうですか、わかりました。お疲れ様でした。お疲れ様。お疲れ様です。また明日。